ああマッスル日本、はいえッ、っとね今回、ドアの、ね、付け方をちょっと、ね、説明しようと思うんですが、結構ね、いろんな方がドア枠がないというふうに、えー、言っている方が多くて、ですね結果的になんか大きいゲートの扉をつけるはめになってしまったと。 いう方もね、結構いらっしゃるみたいなので、えっ、ー、とね、今回ね、ドア枠の付き方、特にね、あの、アークをずっとやってた方は、本当にね、わからないと思います。確かに。なので、えっ、ー、と、今回は、こう、こういう、これですね。ドア枠というか、まあ、ドアの扉の付き方ですね。えー、これをね、ちょっと解説、解説というか、もう一瞬で終わるんですけども、えー、ちょっとね、説明していきます。えっ、ー、とね、まず、こう、扉。これですね。 えーまあ、ちょっとね、ここに設置することはできないんですけども、まあ、この扉をね、ちょっと出してもらって、えー、左下のところに、ね、タイプって書いてますね。t って書いてます。これ t を押します。そうすると窓枠であったりとか、これ,とこれドア枠ですね。いろんなタイプの壁を作ることが、設置することができます。であとはもうこれ、あのこれドア枠なので、まあ、これを設置して、あとは扉を設置するだけ。 そういう流れになります。非常にシンプルなんですけども、すごくあのわかりにくくて困っている方が多いみたいなので、今回この動画をあげました。はい、えー、以上でございます。はい、えー、ではね、またいろんなね動画も今後ちょっと上げていこうかなと思っておりますので、えー、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。 あとね、えー、ほぼ毎晩、えー、配信の方もしておりますので、ぜひぜひそちらの方にも遊びに来てください。それでは、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。